はようございます。おはようございます。で、これはわらび駅なんですか？ここはわらび駅。あのね、もう朝の10時ですよ。ね、お互いに寝ぼけてますけど。いや、あなたは家近いでしょ、ここから。近いとはいえ20分かかりますね。徒歩20分ってもう一駅分歩いてるからですよ。いや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 。初わらび。僕はだから今回あなたに言われて。そう。来ました。あなたの、はいはいはい、が今住んでるんでしょ、ここに。そうです。もっとなんか偏僻なとこかと思ったらや、あの僕今住んでる練馬なんですけど、練馬駅なんですけど、ここの方が都会じゃないですか。本当ですか？ここの方が都会でしょ、これ見ても。いやいやいや、でもね、やっぱりそのなんていうか、今僕が住んでいる限りではその練馬的な、でっかい商業施設がすぐ近くにあるとかそういうわけではないので。あ、だけどいきなりもう松屋と中宇を発見したから牛丼文化はすごいんでしょ。まあ、そうですね、はい。これしかし、いやでも広くない？広いよね、駅で。あ、そうですかね。でこんなもうキオスク、おしゃれキオスクや。おしゃれキオスクや。おしゃれっていうかね。今このデザインになってんじゃないですか、これね。こんな初めて、うわ、もうこれとか意味わからんしさ。これ何なんですか？いや、僕もわかんないですよ、これ。これ、ちょっとこれ取ってくださいよ。はいはいはい。傘です。傘自販機。690円。1200円。売り切れない。1200円の方がいいんですね。1200円はなんない？あ、これは売り切れないでしょ。これ、これはビニール傘。はいはいはい。あ、そうか、これええやつや。紳士や、紳士傘や。1080円だね。これ、売ってるんやね、今もね。すごいね。これって、あれですかね、よくあるんですか、これやってね。いや、俺この初めて見た。いや、私もそうですね、あるなとは分かりつつも、まあここに住んでると、そんなに気にならへんのかもしれない。でどこに案内していただけるの？いやいやいや、別にとりあえず座ります。今日の、はい、もうこれがゴールみたいな。一番面白いもんこれじゃないですか。いや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 、そうですね、今のとここれがゴールでもいいんじゃないかなっていう気がしますけど。いや、そのどっちに行けばいいですか？大体僕は あなたの新作落語、牛八の傘っていう。あ、でこれで、まあ、傘を連想してしまいましたけど。はい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 。あのですね、はいはい、これなんか見どころみたいもん。元牛八は逆方向ですね。ほう、ええ、どうします？いや、行きますよ、もちろん。まあ、おしゃれなパン屋さんもあるし、はいはい、リトルマーメイド、はい、いや、すごい開けてるんじゃないですか。あ、印象全然違いますね。ちょっとこの街の雰囲気いいですよ。あ、そうですか。ええ、いやいやいや、まあ僕からするとね、何の変哲もないわらびのあれかなっていう。いやいや、でも わらびって名前が悪いな、聞いてたら。あの草ぼうぼうか思ってたよ。歩きましょうか、じゃあとりあえず全部。いやいやいや、なんかもう草ぼうぼうのとこや思ってた。荒れ地ですか？荒れ地や思って。あの、すいません、はいはいはい。駅前ってとにかくわらびの市民の人が多いんで。あ、そうですか。あの、結構大きめの声で名前が悪いなっていうのやめてもらっていいですか？名前悪いでお前。わらび、名前悪い。いいなぁ。あれ何、あれ何、何何何、商店街じゃない？商店街、あれ何、あれ何、今なん部銀通りって書いてる。部銀通り、あれ何ですか？いや、そうやってね、だからね、こう、なんですか、いつも通り過ぎることが多いんで。はいはいはい。なんかいちいちこうね、新鮮な気持ちで見てないのでね。部銀通りや。部銀通り行ったことないの？ないです、ないです。嘘、はい、俺がもしわらびに引っ越してたら初日から部銀通りや。部銀通りやで。何？おかしいじゃないですか。どこに書いてあるのかまだ分かんない。部銀通りよ、部銀通り。よく見つけますね。映画のセットみたいなの、ほら。あー、なるほど。え、なにこれ。これですな。これすごいよ、これ。はい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 。
嘘みたいな、なんか構えじゃないですか。これ何をイメージしたのかちょっといまいちよく。これね、怒りみたいな感じで、ね、うん、なんでしょうね、太鼓が乗っかってるみたいなね。これはなんかちょっとここくぐったらなんか人生観変われるのかな。あ、何も変わらなかった。変わんないでしょ。あ、部品通り。あ、ここが部品通り、なるほど。結構ずっとあるんだ、ブギン通りが。へぇ、見て、上そこ、ブギン通り、ブギン通り。ほんとだ、ブギン通り。これでもちょっと歩きやすい感じの通りにはなってますね。そうですね。そうそうそう、そういう意味合いじゃねえ。この盛り上がらないブラタモリみたいな感じ。これ全く無計画ですからね。そう、これ見て。はいはいはい、これ多分門脇時計でしょ。ああですね、はい。もう完全にこれどっちから読んだらいいか一瞬わからんよね。門時脇系よ。門時脇系や思ったのね。え、門脇時計、門脇という名前、名字を知ってるから、はいはいはい、門脇って読んだけど、はいはい、普通に読むと門時脇系や。読みづらい。読みづらいよね、これね。これすごい斬新な街歩きですね。斬新な街歩きですよ、もういろんなもん見て。一品料理四季や、一品料理やけど四季です。4つあるんですよ。四季ですよ、一品料理の中に4つあるんですよ。そこ四季をね、無理やり閉じ込めてみました。無理やり閉じ込めてみました、ね、はいはいはい。こういう定食が絶対美味しいのよね。あー、うまいっすね。もうこういう定食やって、もう僕自分のデータで分かってんねん、はいはい、そんなに美味しくないねん。ほう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 。もうでも美味しそう、あのこういう古めかしという世界観に飲まれるんだよね。だからもうね、あの期待を外れはないのよ、これ。あの、なぜならそもそもそんな美味しくないから。うん、美味しくないねん、ここは絶対。美味しくないけども、美味しいという世界観に飲まれる店なのね。支度中って書いてるけど、そんな美味しくないよ、ね。うん、でも美味しい、美味しいんです。美味しいという世界観に飲まれる店なの。とりあえず褒めてもらっていいですか。ほら、斬新な街歩きでしょ。いやいやいや、高岸、ええ、写真場、写真、写真場でいいのこれ。すごい写真場、ね、珍しいあれですね。写真館とかあるよ ね写真場、うん、写真場だ。めっちゃこういうとこの、あの日本の写真とか、ね、もういつのやつなの、ね、はいはいはい。大体この見本の写真っていうのは大体この身内やったりするからね。うん、身内やったり。お、お好み焼き、鉄板、まん丸や。ちょっといいですか、はいはい、あのいちいち絡んでいくんですか。気になる。まんまるや、048441、まあ、一生電話することないけどさ、まんまるや。はいはい。部品通り商店街の魅力を僕は伝えてるんですよ。今のところ一個も伝えてないですけどね。素晴らしい。何がすごかったね、うん、誰も人はいないんですよ。まあまあ時間帯もあるでしょうからね。時間帯はあるでしょう、ね、うん。もうこことかどうですか。はい、もうなんなん、ハッピーですよ。なんですか、ハッピー。完全にもう注文、もう誰もいないからね。いや、まだ空いてないですから。空いてない、誰もいないからね。ほら、で、こうだんだんこう、ね、部品通りもここで終わりですけど、はいはいはい、いよいよね。早朝こんな時間から散髪屋さんがね、うん、入ってたり。はいはいはい、ね、入ってますね。でもいいですね、昔ながらの、 の雰囲気が。ええああ、わぜ、はい、いつのわぜ。ちょっと宮崎っぽいですね。宮崎に ね、ありそうなね。そうですか、これ、あの天下さんの実家の近くとかにありそうな、うん、はい、わぜ雰囲気ですね、こういう。お、たこ焼き。プチ。全部、全部行く。たこ焼き、プチ。歩きましょうよ。ここだけ外国みたいになってるもん、ほら。ほら。
ほらここだけでこうしたらほら外国に来たみたいでしょ。確かに。あ、そうでもないか。まあそうですね、日本語入ってますからね。日本語入ってるもんね、ええ、さあそしてこのブギン通りのこのゴール、うん、来ました、来ました、来ました、来たね、ね、ね、ほらここおか自由ですね。いや、なんで走ったんですか今。いや、うん、駆け出したくなる時あるでしょ。いやいやいや、すいません、僕そんなテンションを上げるようなやつ考えてなかったな。あ、郵便局。はい。ねえ、え、天川さん、これじゃあこっち的にこっちが駅でしょ、じゃあ方向的には。こう行って、ね、こう行ってこう行くと、はい、こっちで駅ですよ。今15分経ちました。大丈夫ですか。もう10分経ってます。あ、10分経ってます。15分しかこれね、はい、取れない。まあいいです。あととりあえずこれは取れれるとこまで取り切りましょう。はいはいはい。いやでもブギン通りをおそらく初めて中継したんじゃないですか。この世で初めて中継したんじゃないですか。そうですね。うん。多分ブギン通りの人は喜ぶよ。いやいや、あの紹介喜ばないと思うな。でもあの定食屋のおっさんは怒ると思う。ねえ、おっさんかどうか知らん。あ、で、ここでこれはパチンコ屋さんじゃないですか。はい、そうですね。このなんか、ね、聞いたこともない感じの雰囲気。ハッピン、なんだちょっと読めないですね。ね、読めないですね。ね、ハッピーな、なかなかこう ね、わらびの看板は読まさせてくれませんね。そう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 、ね、なんか難しい、読みづらいですね。わらびという字自体もそうです。わらびという字を僕はこれ人生で今まで見たことないですもん、この漢字を。これね、うん、複雑な、まあ、だってわらびの人も書けるのかっていうぐらい疑問ですよ、この字を。わらび T シャツっていうのがあってですね。はい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 。それはね、わらびの書き順をモチーフにした、ほうほうほう、 T シャツがある。あ、じゃあこう順番に書いていってるわけですね。うん、こう、なるほどなるほど。そっか、そういうのも作らない限り覚えられへんからね。そうなんです。あ、わらびにもちゃんとこれ吉高。いや、それはいますよ。いや、いるんですか。いや、それはいますよ。こういうのあるんですか。全国区なんですよね、ここはね、一応。まあそうですね。いろいろね。どっち行くんですか。あ、もうあれですよ。だからその天川さんが言ってた、はい、牛八、元牛八跡地ですか。全然逆ですよ。全然逆。とりあえず駅の方に一回行きましょうか。はいはい、駅もう少しだ。はい。ここはよく来るんですか、この辺は。まあ、あの奥にある、さらに逆方向ですけど。はいはいはい。ネットカフェで作業することが多いので。ほう、ええ、まあ、通るっちゃ通りますね。いや、すごくいいじゃないですか。いい場所ですよ。おー、なんか想像してたのと違ってるわけですね。全然違うって。人っ子一人いないとか。はい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 。いいとこじゃないですか。いやいやいや、これなら住めますよ、普通に。あ、快適に。はいはい。みゆき通り、商店街が多いですね。商店街。そうですね。あー、なるほど。こういうタイプのレコーダーってもうないよね、今ね。あー、これね。ね、このタイプ。これはないですわ。レコードが引き取りね。こう、あの、上野にもあるもんね、こういうところね、一軒。雨横にね。はいはい。あ、うん、サクサク来ましたよ、サクサクとんかつ。もうこの商品の棚がすごいな。僕の印象としてはですね、もうじき15分経とうとしてますけど、おい、はいはい、非常に狭い範囲をぐるっと一周しただけだなと。何がすごいかというと、ええ、あの部品通りはもうそこ見えましたので、はいはい、ちょうど一周したんですよ。ちょうど一周しました、天下さん。ということでございまして、はい、あのとりあえず僕初めて来ましたけど、はい、おしまいです。駅の魅力